アイテム番号 SCP-42JP。 オブジェクトクラス政府。特別収容プロトコル。 SCP-42JP は実験に使用する際以外、サイト8105の電磁波遮断措置が施されている金庫内へ。電源プラグに絶縁カバーをかぶせた上で保管してください。 SCP-42JP の起動実験を行う際はレベル3以上の職員の承認が必要です。レベル1以上の職員が実験室に入る場合、電磁波防護服の着用を義務付けます。 SCP-42JP の影響を受けた物体、 SCP-42JP1 として SCP-42JP の影響を受けた物体、SCP-42JP1 として、および SCP-42JP1 の影響を受けた物体、SCP-42JP2 としては活性状態が終了したことを確認の上、電磁波遮断措置の施された専用の鍵付け廃棄ボックスに入れ、ボックスごと焼却処分してください。実験室に使用しない電子機器、食品の持ち込みは禁止します。実験対象及び実験実施者は指示がある場合を除き、実験開始から活性の2倍の時間が経過するまで実験室に留まるよう徹底してください。説明。SCP-42JP は幅 50cm×奥行き 45cm × 高さ 30cm の、外見上は特に異常な部分の見られない銀色の電子レンジです。温め、解凍、グリルボタン、と時間設定のダイヤルが扉左側に配置されています。メーカー名は記載されていませんが、20年発売の製の製品と酷似しています。内部構造の電子チップ及びマグネトロンに未知の改造跡が見られますが、分解調査は SCP-42JP を破壊する危険性があるため実施されていません。SCP-42JP を使用する際は、100V 電源への接続が必要です。SCP-42JP の内部に投入し、調理された SCP-42JP1 は、設定された調理時間のちょうど10倍の時間が経過した後に活性化し、加熱時と同様の時間だけマイクロ波を放射することが分かっています。マイクロ波の周波数は、2.45GHz です。防護服なしで SCP-42JP1 の付近にいることは危険が伴います。もし SCP-42JP1 を活性前に飲食した場合、重要な臓器に2度から3度の火傷を負うため、適切な措置を行わない場合、ほとんどが多臓器不全により死亡します。調理に際し、いずれのボタンを使用しても反応は同様です。なお、SCP-42JP1 からの影響を受けた物体も同様に活性化することが判明しています。実験記録を参照してください。実験記録 SCP-42JP1。20対象レトルトご飯白米 200g。 実施方法設定、温め、時間2分。結果、20分後 SCP-42JP1 はマイクロ波を2分間放射。分析取り出した際、 SCP-42JP1 は通常の電子レンジ同様加熱されました。覚醒時のエネルギーの発生源は確認できませんでした。実験記録 SCP-42JP12。 20対象冷凍ドリア 300g。 B クラス職員1名以下 D7445 と称する。実施方法設定、温め、時間5分。1時間後に D7445 を入室させ、 SCP-42JP1 を食するよう指示。結果、50分後SCP-42JP1 はマイクロ波を5分間放射。その後入室した D7445 は SCP-42JP1 が冷め切っていることに文句を言いつつも完食。その後 D7445 を隔離した上で24時間の観察を行ったが、異常は見られなかった。分析。活性の終了した SCP-42JP1 は吐食しても危険はない模様。排泄物に対しては分析待ちです。
実験記録 SCP-42JP16。対象冷凍チャーハン 300g アルミ箔で包装 B クラス職員1名以下 B7445 と称する。実施方法設定温め時間5分、取り出し後 B7445 に SCP-42JP1 を食する用指示。結果調理時多少火花が発生、B7445 は SCP-42JP1 が全く温まっていないことに文句を言いつつも完食。50分後、SCP-42JP1 はマイクロ波を放射しなかった。その後 B7445 を隔離した上で24時間の観察を行ったが、異常は見られなかった。分析、完全にマイクロ波を遮断していれば SCP-42JP の内部に入れた物体を捕食しても影響を受けないようです。実験記録 SCP-42JP18、20。対象冷凍ごま団子、300g、B クラス職員1名、以下 B7532 と称する、レベル1職員2名。この対象は突発的なものです。実施方法設定、温め、時間、10分、5分経過後に、取り消し、ボタンを押して取り出し後、B7532 に SCP-42JP1 を食する用指示。結果、B7532 は SCP-42JP1 を手間取ったが完食。50分後、SCP-42JP1 はマイクロ波を5分間放射。B7532 は腹板を訴え、崩れ落ちた。10分後、B7532 の終了を確認。その後レベル1職員2名が B7532 の検査のため別室にて準備を行っていたところ、B7532 がマイクロ波を5分間放射。これは SCP-42JP1 が活性化した50分後だった。1名は両腕に一度の熱傷。対応が遅れた1名は眼球に回復不能の障害。右半身に2度の熱傷を受けた。また、防護措置を取っていなかった計測機器の一部も被害を受けた。分析、SCP-42JP1 に影響を受けた物体も活性化することが確認されました。レベル1職員2名は事故後の検査において異常は見つけられませんでしたが、もし死亡していた場合、さらなる連鎖事故が起きていた可能性があります。実験記録 SCP-42JP19、20。対象冷凍グラタン、250g。以下 SCP-42JP1A と称する、冷凍ラザニア、250g。以下 SCP-42JP1B と称する。実施方法設定、温め、時間、6分。対象は SCP-42JP1A のみ。SCP-42JP1A と SCP-42JP1B を隣同士に置き観察。結果、60分後、SCP-42JP1A が活性化し6分間マイクロ波を放射。SCP-42JP1B はそれを受け加熱されました。さらに60分後、SCP-42JP1B が活性化し6分間マイクロ波を放射。SCP-42JP1A はそれを受け加熱されました。以後、同様の現象が7回観測されました。分析、予想通り SCP-42JP1 間では互いに活性し合うことが証明されました。物質間の距離と待機により、徐々に影響は減少していきます。ポイ、実験記録 SCP-42JP18、19を受け、一部収容プロトコルが改定されました。B クラス職員数名を対象として新たな実験を申請中です。